つけ、休め、気をつけ、休め、気をつけ、番号、番号は H2。 あれ誰だ今間違った。先生、こいつです。俺も見た、お前だ間違った。番号1、4、5。お前だな今間違った。お前だよ。なんだよ今の間違い。番号リンゴ。いた、俺かよ。俺、すいません。はい、エクスペクトラクションをご覧の皆さん、こんばんは。せーの、アンディコーでーす。はい、どうもどうも。ヨカさん好きな女性のタイプとか。やっぱこう料理ができる人がいいですよね。料理ですか。はい、そうですね、そうですね。そう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 、うん、ブリッコな子が可愛いですね。ブリッコ、はい、ブリッコっすか。はい、あれ食べない食べ食べない。そうそうそう、そういうのがやっぱ可愛いですよね。可愛かった。可愛いです、すごく可愛いです。うん、バスケがうまい。そう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 、これ素敵です。やっぱスポーツが得意な人は、はい、いいですよね。 F1 レーサー、メアドしてるから。はい、どうもこんにちは。ガスコちゃん、なんだい。今日はガスについてすごい怖いお話をしようと思います。はい。そうなんだ、ガスはすごい怖いんだよ。目に見えないんだ。目に見えない、ガスって目に見えないの。そうだから、知らないうちに引火したりするととっても大変なんです。本当？でもガスって匂いがついてるの知ってる？そう、なんとガスは目に見えない分鼻で感知しようってことです。腐った玉ねぎの匂い。そうそうなんです。シャー、ガスは腐った玉ねぎの匂いがします。シャー、嗅いでみてください。以上、ニャッピーガスからのお知らせでした。どんな異性のタイプが好きなんですか？背が高くて意外とたくましい、髪が黒い。それなんそれ、やっぱね、ぶりっ子がね、ぶりっ子嫌いっす。もっとサバサバした感じ。サバサバ、そうそうそう、あのよく海に泳いでる。うん。好きな異性のタイプは何ですか？マジ？これは難しい質問だね。ガスコちゃんは。いや、好きな異性ね。好きな異性ね。まあいろいろありますよ。うん。僕は腐った玉ねぎの匂いがする人が好きです。
はい、はい、目標はやっぱなんだろう、高い方がいいっしょ。高い方がいいっす、自分カノンさんについていくっす。じゃあとりあえずなんだろう、何ガスコちゃん、そうですねとりあえずやっぱエベレスト級ですよ。そう、エレベスト級ですエベレスト級です、エベレスト級です。そう、何においても、何においてもエベレスト級で頑張るっす。そうだ、エベレスト、エレベスト、はい、メンバー間モノマネ、どうぞ。カノさんのマネ、はい、なんかやめろよちなみに寝てる時ですね、寝てる時に、大事な時に居眠りしてるんですけど、それを起こすと怒られます。僕、はい、TRU さんのモノマネできます。追ってみて。それふざけんなおめえだろそれじゃあ BOU さんのモノマネするよ、はい、メンバー間ランキング、ほう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 、はい、酒飲みナンバーワン、いやこれは絶対にマネージャーじゃないですか。あのマネージャーはよすごかったっすよ、ね、すごかったっす。僕が負けなしの金で買ったたい焼きを一口で全部食べられちゃって、あれ尻尾だけ残ってたじゃん。もうショックでした。あんこ残ってないとかね、はい、大食いナンバーワン、大食いナンバーワン、どれだろうね、やっぱたい焼き全部食った犯人じゃないですかね。飲みに行ったら〇〇は一番やばい、やっぱこれはマネージャーじゃないですかねちょっと前までこれ僕のポジションだったんですけど、まあお疲れ様です。こんな感じで、というわけでアンデカーでした。でしたでしたでしたでしでしでし